九州沖航空戦。九州沖航空戦は、太平洋戦争、大東亜戦争末期の1945年3月18日から、同月21日の間に、日本近海の洋上で起こった日本軍航空部隊と、アメリカ軍の各海軍部による戦闘である。当時日本の大本営は、三月十七日に、洋島守備大使機関の栗林忠道中将から、 分け別伝を受けており、伊王島の戦いにおける日本軍の組織的な抵抗は終わろうとしていた。しかもこの頃、日本本土へのアメリカ軍機による空襲が活発化し、1945年2月にはアメリカ海軍空母機動部隊が関東地方周辺へ航空攻撃作戦を行った。大本営は4月初頭にもアメリカ軍が沖縄へ上陸してくることを予見。 九州へアメリカの機動部隊がいつ来襲してもおかしくないという危機的な状況であった。アメリカ海軍は4月1日の沖縄上陸に向け、日本軍の反撃戦力を事前にそぐため日本本土を機動部隊で攻撃することにした。1945年3月初め、アメリカ海軍機動部隊は片604戦団を全滅させた。 第58機動部隊は一旦ウルシー白地へ帰還したが3月11日に九州の鹿屋基地から発進したあずさ特別攻撃隊の銀河がウルシー白地に突入し空母ランドルフを逮捕させた3月18日空母12隻を帰還とするマーク・ミッチャー中将を率いるアメリカの第58機動部隊艦上機約1400機が第5艦隊司令長官 レイモンド・スプルーアンス大将による指揮の元日本近海に現れ、九州、四国、和歌山などの各地域を襲った。これに対して日本軍は、宇垣きまとい海軍中将を率いる第五航空艦隊、指揮下の陸軍飛行船隊2個に属する4指揮銃、爆撃機、飛竜を含むが反撃を開始した。神風特別攻撃隊を含めた日本軍機の攻撃でイントレピット。 ヨークタウン、エンタープライズの3空母が勝破した。しかしこの日、日本軍は、特攻機69機を含む攻撃部隊全193機の、うち、約8割である161機を失い、この他50機が地上で損傷を受けた。さらに、アメリカ軍機を迎撃したレ式艦上戦闘機も47機の損害を出した。アメリカ軍機の損害は29機撃墜、2機の、 損傷にとどまった。翌3月19日には、米機動部隊の一部は、高知県の室戸岬のおよそ80キロ沖にまで、接近した。艦上機部隊は主に、瀬戸内海を空襲し、呉の軍港に停泊中の日本の水上艦艇の一部を、攻撃。軽巡洋艦大淀が中波、空母天城、流砲及び戦艦春名、日向、巡洋艦とネが昇破するなどの被害が出た。 これに対し日本軍は特攻隊を交えた出動可能な全航空兵力をもって激しく反撃。室戸岬に最も近づいていた空母フランクリンとワスプを大破、エセックスを中破させた。空母をフランクリンでは戦死者が832名にも及んだ。フランクリンへの攻撃は第762海軍航空隊の攻撃第406飛行隊に 所属の銀は一機の急降下爆撃によるものである。フランクリンは懸命の応急処置により過労じて、沈没だけは免れたが、甚大な被害状況のため米本土に栄光され、終戦まで戦線を離脱した。他の空母二隻も、しばらく戦線を離脱した。また、同日には、クレ軍港を空襲した。 米艦蒸気軍の一部を松山海軍航空基地に展開していた第343海軍航空隊、通称、県部隊。司令、原画実海軍大佐指揮下の極地戦闘機、市電、市電改め約60機、3個飛行隊の稼働機全機が松山周辺上空で迎撃し、大規模な空中戦となった。日本側は、海6回。 ヘルキャット戦闘機など50機余りを撃墜したと報じ、日本軍の損失は、悲劇追、未期間16機、偵察飛行隊所属の艦上偵察機、最軍のうちの1機が、高知県津の町上空にて、敵機に体たり自爆したのを含むの大勝利と判断した。これは、日本海軍航空隊の最後の大戦火として知られているが、アメリカ軍の記録によると未期間機、修理不能機数は、 日本側とほぼ同数にとどまり、規模の大きな空前にありがちな戦火の公認があったと見られる。3月20日、アメリカ軍は沖縄戦に備えるべく空母の補給を行いつつ、南西に進み、日本の反撃に耐えた。翌日の3月21日、米機動部隊は、トイ岬沖の洋上に移動。ここで日本軍は、初の王家の実戦投入を行った。 しかし、王家15機を搭載した第721海軍、航空隊所属第1、神風王家特別攻撃隊神々なり部隊の、一式陸上攻撃機18機前機が、米艦上戦闘機群に捕捉されて撃墜入れた。この日の戦闘では、日本軍の戦死者160名、神々なり部隊後への零戦 10, 10機前後未機関、他22機の損害を出した。 神雷部隊指揮官の野中五郎少佐は、出撃の直前に玉砕戦になることを予期してかこれは、港川だよと呟いていた。戦闘の後、日本の第五航空艦隊が報告した総合撃沈戦火によると、日本軍の戦火は、空母5隻、戦艦2隻、重巡洋艦1隻、軽巡洋艦2隻、負傷1隻とされた。大本営海軍部は、 航空戦が開始された3月18日から連日にわたって大本営発表を行い、3月23日には総合戦果を発表した。それによると、撃沈が空母5隻、戦艦2隻、巡洋艦3隻、負傷1隻で、撃墜が約180機となっており、日本軍側の損害は約150機とされている。 実際には撃沈されたアメリカ軍主力艦艇はないな、どこの発表は課題であるが、損傷を与えた艦艇数はほぼ正しく算定されている。一方、日本側の基地航空部隊は主力の第5航空艦隊が戦力の多くを失った。日本軍は大打撃を受けたアメリカ艦隊が一時的にうるしい干渉へ帰還すると判断したが、 実際には作戦を継続するだけの戦力が残っていた。アメリカ機動部隊は3月23日から南西諸島各地を攻撃し、沖縄への増援部隊を乗せたカナ304戦団を全滅させるなど、日本側に甚大な損害をもたらした。主力の第5航空艦隊が壊滅状態の日本軍は即座に有効な反撃を行うことができなかった。 その後アメリカ機動部隊は、イギリス太平洋艦隊の空母4隻、空母イラストリアス、ビクトリアス、インドミタブル、インディファティガブルからなる機動部隊と合流し、不足分の戦力を補充して沖縄戦に臨んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。